もらい泣きしてしもた。スイダウ通信。どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。これまで芸人に様々な試練を与えて、その対応力を試してきた水曜日のダウンタウン。今回は、それ、俺の方が先にやってる、とキャラかぶりに難癖つけてくる先輩、かわすのむずい説について、放送時の2チャンネルの反応を紹介するぜ。放送日は2022年4月6日。ターゲットは芸歴16年のモノマネ芸人、JP さん。松本人志モノマネの第一人者だ。仕掛け人を務めるのは、松本さんのそっくりさんを長くやってきた、ダウソタウソの松本人志さん。人志さんが JP さんに対して、松本人志モノマネをやめてほしい、と無茶な要求をして、それに JP さんがどんな対応をするのかウォッチしていく。JP さんの松本さんモノマネってほんとそっくりよねー。だな。JP さんといえば、本節放送の約2ヶ月前に、ワイドナショーに松本さんの代役として出演して、めちゃくちゃ話題になったんだよな。原口あきまささんとのモノマネトーク、二人とも完璧すぎてやばかったね。濃厚接触のため、ワイドナショーを欠席した松本さんは、放送後にツイッターを更新し、よし。毎週これでいこう、と代役としての JP さんの活躍を絶賛。最高の賛辞をもらった JP さんは、敬愛する松本さんに最大限の感謝を伝えていた。JP さん、大好きな松本さんに認めてもらって嬉しかっただろうね。うむ。その後松本さんに挨拶する機会があった際、ありがとうな。今度お前がコロナなったら俺が代役な、と言ってもらえたとのことだ。うわぁ、松本さんもなんて優しい言葉かけるの。JP さんは松代までの誉れですと感激していた。ちなみに、後の2023年3月に松本さんがワイドナショーを卒業した折にも、JP さんはツイッターを更新。その中であの代役出演について、ワイドナショーがなければ、松本さんの1ツイートがなければ、今の僕は芸能界に存在してませんでした。僕にとっても芸人としてあの切なな瞬間は間違いなく遅い人生の青春でしたと綴るほど、JP さんにとって松本さんという人の存在はかけがえのない大きなもののようだ。そんな、松本さんを敬愛してやまない JP さんに松本さんのモノマネ封印を要求したら、どんな反応をするのか早速見ていこう。本節の放送日はワイドナショーでの活躍がまだ記憶に新しい頃で、JP さんの登場にスレが湧いた。JP 来たー。JP スコ。JP イケメンやん。純平こと JP。松本以外の JP こんな感じなんや。ワイドナショーおもろかったな。JP のモノマネをラジオで聞いてみ。頭おかしなるで。JP は川島のにとるし便利やな。高田健志の元相方やんけ。その JP さんに難癖をつける嫌な先輩役として、松本人志そっくりさん歴30年、ダウソタウソの松本人志さんが紹介される。人志さんの登場に松本さんは、いやいやもう、浜田さんお笑い。全然似てないやんと笑うフジモンさん。人志か。似てない方。弱すぎるやろ。みじんも似てない男。ダウソタウソやん。もう面白い。もう似てないし清原なんよ。芸名ほんと好き。ナダルかと思った。モノマネ芸人じゃなくてそっくりさん扱いなのくさ。人志さん、そっくりさん歴30年。長いね。何しろ若い頃から松本さんやってるからな。若い。以前はもっと似てる時期があったんだが、年々似なくなってきている感があるよな。本節の約3年前、2019年7月に放送された、地方ならダウソダウソでも意外とバレずにロケできちゃう説で、相方のデコピン浜ちゃんと揃って出演したが、浜田はそっくり、松本はそうでもない、と言われていた。そんな人志さん。似なくなってきても、松本さんへのリスペクトだけはすごいのかと思いきや、それすらも怪しいことが発覚してしまう。本節の約2年前、2020年8月12日に放送された、モノマネ芸人がレパートリーにするときの上トーク、リスペクトしてるから、怪しい説、にて行われた。モノマネ芸人抜き打ちタイムショックで、松本さんがいたから今の僕があると言っても過言じゃない、と松本リスペクトをアピール。抜き打ちでの松本人志タイムショック挑戦にも自信を見せた人志さんだったが、1問目の松本さんの映画監督デビュー作はという超イージーな問題に答えられず。え、これ知らないの。2問目の高須光義とパーソナリティを務めたラジオ番組はという簡単な問題も無言。放送室答えられないとか嘘でしょ。3問目は松本さんの誕生日はという問題。通常、モノマネ芸人ならご本人の誕生日は絶対覚えているというが、これも間違える人志さん。やば。松本さんの実家で飼っていた犬の名前を聞く問題に、なぜかトイプードル、と犬種で答え。猫の名前を聞く問題にも、チワワ、と犬種で答える始末。ひどい。そして最後の問題。伝説の教師で、松本さんが演じた主人公の名前を、なんと、カーデガン、とありえない回答。30年松本人志モノマネをやっているのに、まさかの全問不正解という、スタッフの想定をはるかに超えるひどさで、松本人志は、松本人志にあまり関心がない、という検証結果となるありさまだった。ちなみにこの時のプレゼンターの原口さんは、モノマネ業界の中でも、松本人志さんはちょっと痛い方と思われている、と説明していた。
痛い方。本説に戻ろう。JP さんへのドッキリの直前、スタッフより自身のほどを聞かれたひとしーさん。まあでも、もう、頑張ります頑張ります、もうとカミカミ。仕掛け人として大丈夫なのか、ちょっと心配になるレベルね。JP さんに対し、芸歴の長さを理由に難癖をつけるプランらしいが、芸歴が長い方が長い、と新次郎構文で語る。フジモンさん、おしゃべりがダメ、とばっさり。構文かな。新次郎構文やめろ。今のままではいけないと思います。だからこそ日本は今のままではいけないと思っている。毎日でも食べたいということは、毎日でも食べているというわけではないです。頑張れ、ひとしー。ひとしーは出落ちやな。芸歴しか取り得なさそう。ひとしーの30年は芸歴と呼べるのか。JP にクオリティ負けてんのよ。見た目だけなのに見た目も離れてきてるやんけ。ひとしーさんと JP さんは、10年以上前に一度だけ会ったことがあるとのこと。久しぶりの再会にどんな展開になるのか？この日、ショートネタを披露する偽番組で呼び出された JP さん。JP さんが楽屋でスタンバイしているところに同じ楽屋にひとしーさんが入ってきて自然な形で再会という段取り。おはようございます。お久しぶりです。すでにいつもの松本さんの金髪のカツラとヒゲのメイクを済ませている JP さん。JP ってこんな陽キャ風イケメンなんや。JP ええやつやな。JP って他に何があるんや？これしか知らんわ。松本ひとし、麒麟川島、水道橋博士、鶴瓶、木原ジュニア、ブラマヨ吉田。JP はあんないかつそうなのに、元いじめられっ子で気弱いらしいな。JP さんっていじめられっ子だったの？そうだ。学生時代いじめられっ子だったがモノマネのおかげでいじめられなくなった経験を以前語っている。モノマネのおかげで？2022年7月10日にフジテレビ系列で放送された僕らの時代に堀さん、ミラクルヒカルさんと共演した JP さん。その中で学生時代にものすごいいじめにあっていたと告白したんだ。休み時間って20分あるじゃないですか。今まで20分間いじめられてたんですけど、そこをモノマネやることによって10分しかいじめなくなったんですよ。そしてネタを増やしていくごとについに20分いじめられなくなったと語ると、ミラクルさんが質問。それはモノマネやってるからみんな見てるから手を出せないってこと？そういうことです。そういうので僕は逃げ切れたっていうので、モノマネには本当に感謝してるんです、とモノマネというものに並々ならぬ思いがある JP さんに対し、いよいよひとしーさんが松本モノマネ封印を要求していく。まずは久しぶりの再会に会話が盛り上がるダブル松本さん。ひとしーさんが松本さんの笑いちょっとやってみて、と JP さんに振る。顔に手をやる松本さん独特の動きと、はははは、と高めに笑う時の声で、笑ってる時の松本さんを完璧に再現する JP さん。似てるなぁ、仕草も似てるからなぁ、とうなるフジモンさん。ま、似てるよな。めっちゃ似てるな JP。JP ひげ書いてるのがええな。JP は天才。笑うだけでも似てるってすごいな。と、ここで、僕もそれ、とひとしーさんが、あは、はは、と口に手を当てて、松本さんの笑いのモノマネをしてみせるが、全く似ていない。これはひどい、全然似てない。スタジオからはクオリティ、ひどいなぁ、ひどすぎる、と笑いが起きる。きつい、似てなくて草。ひどい。できてないやん。似てねえ。ひとしーさ。ひどいけど、ウケる。しっかり住み分けできてて草。あまりの完成度の低さに、目の前で見ている JP さんも、顔を伏せ、さすがに笑ってしまう。ここで、そんな低クオリティな松本が、悪しき年功序列を振りかざす、とナレーション。アイドリングトークを終え、本題の難癖チャレンジがスタート。こいつじゃ無理やろ。こいつ仕掛け人できるんか？こんなん負け戦やろ。JP に逆に譲れ。ひとしーさんが、個人的に JP には言いにくいんだけど、と唇を切る。全然、おっしゃってください、と低姿勢の JP さん。ひとしーさんが超スローなテンポで、複雑すぎる問いを発する。どやろ、松本さんを、僕が、だから、JP に、もうだからやめて。できれば封印してもらえんかっていうことを、本人に言ったらどうや？え？何言いたいのか全然わかんない。あ、どういう？僕が松本さんに言うってことですか？とひとしーさんが何を言っているのか JP さんも全く理解できない。違う違う、僕が JP に、もうだからやめて、できれば封印してもらえんか？っていうことを、まあ本人に言ったらどうや？と用意してきた文言なのか、同じことをゆっくり繰り返すひとしーさん。はぁ？本人に言ったらどうやって何？本人って誰のこと？なんなのこの人？まあ霊夢、気持ちはわかるが落ち着け。ごめん、ついイラッとしちゃったよ。これにはすかさず本人に？どういう意味？と強めに突っ込むフジモンさん。スタジオは大爆笑。問いがむずいのよー、と原西さんも突っ込む。すれないには疑問符が飛び交った。何？何言ってんだこいつ？どういうこと？説明下手すぎやろ。日本語やばない？本人って何？かまいたちかな？ほらや。遠回しに言おうとしすぎてめちゃくちゃになってるやんけ。え、何の話でしたっけ？すみません、と理解できない自分の方が悪いという、上下関係を意識した姿勢を示す JP さん。JP さんさすがね。
私だったらイラつきが顔に出てるとこだわ。かまいたちのネタバリの複雑な構文なので、要点が全く伝えられない、松本人志さん。新次郎構文の次は、かまいたち構文。かまいたちのネタやん。もし俺が謝って来られてきてたとしたら、絶対に認められてたと思うか？ちょっと何言ってるかわからない。スタッフとの打ち合わせそのまま？やばい今年一番笑ったわ。おもろすぎる。これ仕掛け人もかわいそうだわ。ずっと回りくどい人志さん。ここでようやく、ストレートに言うと、やめてもらえる。松本さんを封印できんかなと思って。どうにか理解できる内容を口にする。最初からそう言えや。松本を封印。無茶やろ封印。要点を伝えられない松本人志ややわ。全然似てない奴から言われてもな。ようやく言っていることの意味が分かった JP さん。封印。ですか。そうですか。なるほど。一瞬上を見た後、皆さんの声を大事にしたいので、喜んでいただいてるんだったら、このモノマネをずっとやっていきたいと、やんわりと松本モノマネ封印を断る JP さん。正論。かっこいい。JP まともやんけ。そらそうよ。人間ができてる。JP 当然やな。ちゃんと断れるやつはみんなしっかりしとるわ。断り方も上手やし。やんわりと断られたことに、焦ったのか、次の矢を放つ人志さん。松本さんの LINE も知ってると言い出す。松本さんは僕を認めてくれてるんじゃないかな。ワイプの松本さんはこの流れに、え？という表情。嘘ですけどね、完全な、と藤門さんの指摘が入る。松本さん公認は自分だけ。と匂わせるやり口に。めちゃくちゃやなぁ、と松本さんは苦笑。嘘つけ。マウント草。僕を認めてくれてる。そんなわけない。ワイドナショー呼ばれなかったやんけ。なお代役は JP の模様。さらに、浜田さんも結構良くしてくれて、と浜田さんとのプライベートでの付き合いもアピールしだした人志さん。自分のバックにはダウンタウンさん二人がついてると思わせる作戦のよう。これに、浜田さんご本人がですか？すごいなぁ、と人志さんを立てる JP さん。そして、金髪の面をかぶる JP さんに対し、自分は地毛だと地毛の優位性をアピールする人志さん。JP さんはそっと面を外す。いや、地毛かどうかは関係なくない？そして、再びすごくゆっくりした口調で、ちょっと封印してもらえたら、自分も嬉しいんやけどなぁ。ゆっくり話すの、ちょっと怖い。しかも人志さんさっきから関西弁で喋ってるけど東京出身だしな。と、なんだかんだ封印要求をなかなかやめない人志さんに対し、松本さんモノマネへの熱い思いを語り出す JP さん。僕は松本さんが好きで、ここまで来れたのは本当に、自分の力なんて 0.1% もなくて、松本さんに拾っていただけたっていう、それに尽きるというか、語っているうちに徐々に感情が込み上げてくる。謙虚やな。JP ほんまいいやつなんだよな。JP 男前やな俳優できそう。せっかく掴んだチャンスだもんな。もし可能でしたら、歓喜は待って目が赤くなっていく JP さん、言葉に詰まる。すみません、松本さんをできれば、と立ち上がり、松本さんをぜひ今後ともさせていただきたい、というのが本心です、と深く頭を下げる JP さん。泣いてるやん。マジトーン。こんなんで泣かないで。若手を泣かすなや。JP 謙虚だからな。JP 熱いな。JP が大人すぎる。真面目やな。苦労人だもんね。松本さんをやらせてください。お願いします。そんな、JP さんの涙の懇願に対し、今までじーっと無言で聞いていた人志さん、なんと、わかりました、とうなずいてしまう。え？と驚くスタジオメンバー。なぜか偽物が続投を許可、とナレーションが入るとスタジオ爆笑。勝手に許可。お前誰やねん、なんでお前が公認するの、と松本さんのツッコミにスタジオ爆笑。すれないもレスが加速した。よかろう。人志ほんまおもろい。人志ほんと草。むちゃくちゃで草。何様やねん。誰に対して何を言うとるんねん。人志公認。偽物公認で草。面白すぎる。払いたい。謎の構図。お前は松本のなんやねん。一番笑った。ここで、ネタバラシ。カメラを持ち近くに来たスタッフを見て、まだ偽のネタ番組だと思っている JP さん。これかぶっとかないと、と金髪の面をかぶり、急いでいつもの松本さんの顔を作り、カメラに向く。ここでスタッフが水ダウだと伝えると、一瞬固まり、すぐに人志さんの方を見てから、マジで。マジか、と大きく息をつく。ああ、よかったー、とやっと笑顔になる。はあ、俺は苦しかった。と人志さん。人志さん、トークはグダグダだったけど本来すっごく優しい人なんだろうね。本当に嬉しい。もうううと泣き出す JP さん。涙がボロボロと。ガチ泣き。めっちゃ泣くやん。野田クリスタルかな？いいやつで草。心からのよかった。どうにかブレイクしたのにそりゃそうだわな泣くわ。悪かった悪かった、と人志さん。やめなきゃいけないと思ったからー。ここまでやってきたのに、やめなあかんと思った。ああ、と号泣する JP さんのアップの映像で VTR 終了。検証結果としては、キャラを封じられるのは泣くほど辛い、となった。よかったね。感動やな。ええ話や。JP 真面目で草。やっと日の目を浴びられたからな。嘘でよかったな。JP の株が爆上がり。JP は腰が低くて有名やもんな。
めっちゃおもろいやん。結論、先輩も後輩もいい人だった。スタジオは皆拍手で、盛り上がっている。飯塚さん、いやあ、すごいもの見た。まさか涙で着地するとは、と驚くフジモンさん。松本さんも思わぬ展開でしたと驚きのリアクション。JP さんの松本さんに対する憧れとか思いが溢れ出てしまったんです、とフジモンさん。あの子ええ子やから、ああなっちゃうよと JP さんを知る松本さんのコメント。フジモンさん、それに比べて等しい賛同でした？腹立つ顔やったなぁ、と松本さん。年々似てなくなってるという、と原西さん。スタジオを受け、松本さんが、等しいさんに難癖つけるっていうのも見てみたいですねー、とフジモンさんがコメントすると、なんぼでもつけられるけどなぁ。遠吠えの松本さんの姿でスタジオ大爆笑の中、終了となった。上沼恵美子と天才ピアニストで見たい。もらい泣きしてしもた。すごいな。辛かったにゃな。下積み16年だぞそりゃ泣くわ。ここで松本が両方にやめろって言ったら面白いのに。JP さんの松本さんモノマネにかける思い、すごかったな。こっちまでうるっときちゃったよ。というわけで、今回の動画はここまで。水ダウ通信では、水曜日のダウンタウンについて、2チャンネルの反応や説の解説をしています。コメント欄でみんなの感想を聞かせてほしいぜ。励みになりますので、高評価チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。